バンドの観客多い理由、なんでや？実質消化試合やのに今日パンパンで草生えたわ。90年代阪神タイガース、2000年代横浜ベイスターズ、この辺はガラガラやからな。借金30あるのに満員のチュニドラは日本プロ野球史の中でも異質な存在やない？今まで巨人阪神以外で三塁側染め上げることなんてゴールデンウィークとか夏休みしかなかった。今日も見事に三塁側真っ赤や。ビジターファン勝てるし行くか。これメンス。名古屋は娯楽がチュニドラしかない定期。関西関東からアクセスしやすくドーム球場でスケジューリングしやすいのはある押し、無楽は試合内容がしけ気味なのとろくな観光地がないこと。ドームってのも大きいよな。近年の暑さ考えたらでかいメリットや。隣にでかいイオンあるのすごい。いいわ、何かと活用できる。阪神からしたら最寄りのビジターやから遠征組めっちゃ多い。広島も休日なら全然行けるからな。ビジター勝てます。天気は気にしなくていいです。関東も関西もすぐ行きやすいです。はい、さすがにそろそろ勝つやろ。パチンカスノーやめろ。冗談抜きで中日のランナー二塁でドキドキで1点入れば大歓喜。1点1勝の勝ちがよそとは違うんだよね。若手が人気なのでは？10代20代の若者から支持されてるからな。WBC で盛り上がったこと、声出し応援が可能になったこと、だがそれだけではないようだ。地元出身の若い選手たちが活躍していることで同世代の人たちの関心が高まっているのでは？球団関係者。10年かけて中日黄金時代の記憶を消した成果やな。スポンサー受けのいい有名な OB を監督にして、地元ドラフトの若手使えば弱くても人気出る、しかも弱いから年俸上げずに済む最強の球団や。東海3県で1129万人おるんやぞ。しかも球団はセパ合わせて一つだけ。ちなみに東北はあれだけ広くて861万人。勝てる厚さ気にしなくていい、気やすい。はい、日本の中心都市は名古屋や。